はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日6時と18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。アゾリウス巨匠ということで、はい、前の環境からね暴れてました証拠の巨匠に、警備の抜け道、まあ、これをつけて殴るっていうところなんですけど、それプラスねこいつですね、新カード、水の翼様、これを巨匠につけて殴りたいということでね、今回デッキを作りました。多分ね、これどうだ、新カードこれだけだね。水の翼、まあ、これ見たときもう巨匠につけて殴ろうと思ったんで、はい、とりあえず作りました。さあ、それではね、早速巨匠につけて殴っていきたいと思います。はい、プレイ。さあ7枚でキープ。まあどっちでもいいんですけど、掃除の霊でいきましょうか。もうこいつで一気に攻め落とそう。さあダック。スタート終了。お、いいですね。これはもう勝ったやろ。これはもう、からは、大丈夫なんじゃないかな。サダック。さあ巨匠捨てます。ターン終了。まあ、ここら辺は別に OK ですね。まあ何が出てきてもとりあえずブロックされないですからね。さあ、もらいます。さあ、下支え。ブライト修正与えます。さあ、火に。さあ、ダック。マジか、大きいなこれは。
計算が狂った。ターン終了。計算が狂った。すごいね。アトラクサ、まあまあここら辺はあんま関係ないか。今んとこ関係ないね。まあコツカは防げるし。よし、さあアタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ対戦相手先行。とりあえず巨匠はいるが、そのままでキープ。いきなり相手やりたい放題だな、これ。さあダニ、なかなかやばいですね。さあ昇降の巨匠、さあエデリも殴ってくる。さあ巨匠でエデリンをブロック。さあ祝福された反抗、そして防御使っていきます。呪文貫きいらないですかね。もう特に関係ないですね。ターンもらいます。
いや、めっちゃ強いな。さあ、水の翼。サダック。サターン終了。さあここで15点やられなければ次で勝てそうだな。まあ、それはもう全然 OK ですね。さあ、ターンもらいます。さあ、ダニで白のクリーチャーにブロックされなくします。さあ、ダックさあ、夜待ち伏せ。はい、対戦ありがとうございました。7枚でキープ。さあ、ダニ。さあ、強者出してターン終了。ターンもらいます。サダック。これはチャンスか。さあ、ブロックしません。ターンもらいます。
はい、大変ありがとうございました。さあ、7枚でキープします。ダニーが除去されんかったら一気に押し切れるかもしんないですね。お、ダニーが残った。これはでかいぞ。さあ、ブロックはしません。まあ、もうここで火遊びは特にダニは十分役に立った。さあ、ミュール待ち伏せ。さあ、ダック。さあ、次のターン水の翼で押し切りたいですね。さあ、下支え。大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。アゾリウス巨匠ということで、まあ、2段攻撃のねデッキだったんですけども、顎骨の血統者と、証拠の巨匠、総人の霊、まあ、この3体をこのダニとかね下支えとか、まあ、そこら辺で守りながらね殴って勝つと。で、急にクリーチャーをねヌエル待ち伏せであったり、どこだ、水の翼もここら辺でサイズをでかくしてね一気に殴っていくと、さらにアンブロもつけて殴っていくと、まあそういう感じの、デッキですね。はい、なかなか爆発力あるんでね、結構勝率的には良かったのかな。まあもうちょっと調整したいけど、まあ1マナと2マナしか入ってないから、もうちょっと土地減らしてもいいかなとは思ってるんですけどね。土地の枚数的には今何枚、23枚、ああでも22まで行ってもいいかな。で、この抜け道ちょっと1枚足すとか、そんなんでもいいかもしれないですね。まあそれはまたね次回やっていこうかなと思います。はい、まあそんな感じで、巨匠好きな方はねぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。